セモベンテ DA75-18、セモベンテ DA75-18、または、セモベンテ M40-M41 は、第二次世界大戦中のイタリアの突撃砲、15トン級、である。M は、イコール、中の略。40-41はこの車両自体の完成年度では、なく、先に開発された M13-40-M14-41 中戦車の車体を、 流用して作られた車両であることを意味し、M40 の試作車の完成は1941年であった。なお、イタリアでは自走砲全般をセマベント、セモベンテと呼称していたが、現在一般的には、この突撃砲の相性として定着している。ドイツ軍の EE 号突撃砲に倣って計画された、不評支援用装甲戦闘車両である、M13。 40中戦車の車体をベースとして固定式戦闘室と限定旋回式 DA75-18-75 ミリ、mm、榴弾砲を設置し1941年に試作車が完成。最初期型は M40DA75-18 と名付けられ正式化実戦配備された。初期の60両は M13-40 の車体を以後の162両は M14。 41の車体を利用して製造された。低い姿勢による待ち伏せに威力を発揮し、M13 より走行がやや厚く、また比較的安価な製造コストも歓迎されて、第二次大戦時イタリア軍で最も成功した戦闘車両と言われる。もっとも、それらは相対的な評価であり、ベース車と同じく信頼性の低い走行装置、球体依然とした。 リベット止めの装甲、ショットトラップを生じている、手砲棒立てなど、欠点も多かった。イタリア軍の砲兵大佐、セルジオ・ベルレセは DA-75-18 榴弾砲を開発した人物であり、彼は、イタリア軍が、ドイツ軍の保有する EE-5 突撃砲と同様の、装甲戦闘車両を開発すべきであることを、提案した。当時、e 5突撃砲は、 フランスの進興作戦で活躍していた。1941年2月10日、最初の試作車両が速やかに組み立てられ、完成された。これは基礎となった車両である M1340-1 号車の完成からわずか12ヶ月後のことであった。本車はその後60両が発注された。これらは1941年中には配備され、1942年1月に、 北アフリカ戦線へ船で輸送された。この最初の生産車両は M13 の車体を利用しており、125馬力の非力なエンジンは本社の弱点であった。後には M14 の車体を利用した上でエンジンを145馬力のものへ換装している。構造としては、この自走法は装甲板同士を秒接することで製造された。この装甲は、 原型車両よりも厚かったものの、傾斜角を減らされていた。原型車両は 42mm の装甲を持っていたが、本車は 50mm の装甲を持つ。正面装甲はほぼ垂直に配置された。ただしシンプルな金質圧縁装甲と比較し、これを強化した2枚の装甲板から構成されていい。本車は内積が広く背の低いケースメイト方式の、 戦闘室と操縦室を車体全部に配した。イタリア軍車両の典型的な設計様式では、エンジンはこの後方に配置される。機関室は、乗員の登場する区画と分けられており、戦闘室と同様の幅と高さを持たない、別の構造になっていた。これは、小型化されて傾斜しており、その天井には点検用のハッチを設けていた。部品は、M13。 40戦車と同様のものを用いている。4個のトロリー内に組み込まれた8個の小型天輪は2個の四重腕のペアを介して車体と連結している。サスペンションはリーフスプリング形式、板羽形式であり、信頼性はあったが走行性能は低かった。トランスミッションは車両の全部に位置し、乗員は戦闘室後部左に社長、検装天守、 戦闘室全部左に操縦手、戦闘室全部右に、砲手、剣務戦手の3名からなっていた。手法は75、18榴弾砲の派生型である。この砲自体は、当時の砲兵師団の装備品として、ほぼ遜色のないものだった。これは18口径の方針を持ち、40度の方向社会及び、マイナス12度からプラス22度の深くを持っていた。砲は、 マズルブレーキを備えており、またいくつかの観測装置と照準装置。例としては、双眼鏡とペリスコープなどが乗員のために装備された。秒速450メートルと低い方向初速は短距離方線を意味する。行角45度では最大射程9500メートルを発揮したが、本社の方の可能な行角は22度までであった。 これにより射程はおよそ7800メートルに限定された。同様の射界の限界から、特に同目標に対する直接射撃にも制限が加えられた。天井に装備された一丁の機銃は近接戦闘に適していたが、これも度々装備が省略された。初期には6 5トル、ブレダ機関銃が装備されたが、後期には合計8ト、mm、ルのモデルへと交換された。 搭載弾薬は、普通、44発の 75mm 砲弾、また1108発の 8mm 機銃弾である。インターホンラジオに A 型 RF1CA が通常装備されていた。本社は特性をよく把握されていなかったが、投入された車両はその任務をよく果たした。本社は3号突撃砲と技術的に似通っていたが、全く異なる任務があった。 本社は純粋な突撃砲としてだけでなく、師団砲兵としても作戦に従事した。一個の砲列は四両のセモベンテリー A75、18と一両の指揮車両から構成された。この砲列二個で一個の砲兵部隊を作る。すべての機構師団を支援するために、二個砲兵部隊が有機的な部隊組織として構成された。総計は18両のセモンテリ7 5 18、および9両の指車両である。指揮車両は、手法の代わりに増設された、無線装備と 13mm 機関銃が特徴であった。当初の予定配備数は60両であり、3個、機構手段として十分な数だった。セモベンテ DA75-18 は、北アフリカの作戦からシシリーに連合国が侵攻するまで広く投入された。 共に投入されたのは追加の火力で支援する M1340 戦車の部隊であった。北アフリカ戦線ではこれらの車両はイギリス軍の用いたアメリカ製の M3 グラントと M4 シャーマンに対して完全に効果的だった。当初、これらのイタリア軍の車両は公兵師団に配備された。しかし、これらの車両は完全に囲われた戦闘室を備えており、 最前線の行動に投入するには十分によく防御されていた。自走砲は間接支援射撃を実施できた。また必要に応じ、陣地攻撃の突撃砲と対戦車戦闘の駆逐戦車の役割を果たした。75mm 手法は、榴弾と鉄砲弾及び対戦車榴弾を使用でき、これを備えた車両は M4 シャーマンのような連合国の戦車を破壊するには、 十分強力だった。実際、1942から43年の間に、なされたイタリア軍機構部隊の成功の多くは、これらの車両のおかげだった。1942年により多数の車両が、製造された。生産数は132両、または146両であり、すべてが M41 の車体を利用して作られた。これらの車両は、 設計思想に基づく砲塔の欠如と停止性によって防御戦闘にし、主にそのような戦闘に投入された。セモベンテ DA-75-18 は成功策であり、イタリア軍の装甲戦闘車両の低い性能にも、かかわらず、作戦に応えてよく実力を発揮した。本社は、イタリア軍の砲兵において使用されたものとしては、非常に革新的な装備だった。 これは本社が師段単位で使用される最初の自走砲であったことによる。しかしこの他のイタリア陸軍の砲兵部隊は深刻に機動力が欠如しており、これらの少数の自走砲は1942年まで戦闘に参加しなかった全体的な不足状況を変えることはできなかった。75mm 対戦車榴弾の持つ性能は重要だった。 なぜならば、イタリア軍の装甲戦闘車両に搭載された、兵装では、チャーチル戦車を例外として、これが、敵軍の重量級の車両を破壊できる、唯一の兵器だからである。この砲弾なしでは、鉄鋼弾の弾速の遅さと射程の短さから、セモベンテ DA-75-18 は、効果的な兵器ではなくなった。本社の搭載する弾薬は、 砲の射程や威力という点において、自走砲の任務に、かろうじて間に合うものだった。背の高く天井の解放された後の自走砲、例えば M7 プリーストや、セクストン、ベスペのような車両は、優れた弾薬の搭載量と射程を持っていた。75、18榴弾砲の発射速度は、非常に遅かったが、これは、本社の乗員が3名に限定されていたことによる。 同軸基準の欠如も、また、本物の戦闘車両との大きな違いを生んだ。1943年、99発の砲弾を輸送する早期型の補給車が、これらの自走砲へ素早く弾薬を補給するために利用された。生産量は、イタリアの標準としても少なくはないが、それにもかかわらず自走砲に対する役割としては、不十分だった。 1942年初頭以来、これらの車両は、エルアラメインからチュニジアへの交代戦までの重要な砂漠の戦闘をすべて戦い、主に火力支援と対戦車戦当時の直接射撃に従事した。より長方針で高威力な方の必要性から、セモベンテ DA75-34、セモベンテ DA75-46 及びセモベンテ、 DA105-25 自走法の開発へとつながった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。